少しハンドロボットなんですけど、入ってない、あの韓国製、日本製、赤パンイエロー、はい、そういう対決ですね。横攻撃ファイト。今のはあの赤コーナー、青いロボットの方が横に攻撃するからダメですよというレフェリーが注意。あ、イエローまでは痛いです。あ、イエロー入ってる、イエロー入ってる、イエロー入ってる、止まってないよ。今止まってないです。あ、2分タイムありません。青コーナー、スリップ、これね、タイムの時間を測ってくる。あ、なるほど。タイムの時間。整備時間ですね。はい。2分間。スリップ、青コーナー、スリップは、今、あのスリップが終わる時に、うまく、あ、前回に補聴しましたから、はい、なんね、そうですね。ダウン中なら大変ですよね。あ、ダウンすると、もうロックアウトなくなっちゃうんで、ダウンを取られた時はタイムを取れない。はい、ファイト。まだね、82秒くらい。中継は B リーグです。中継、実況 B リーグです。OK。はい、大丈夫ですか？はい。じゃあ、今回、はい、タイムを戻して。赤、さっきの、これ、捨て身です。次から、はい、青コーナー、スリーは、捨て身なので使います。もうちょい離れ。つまり、捨て身、これもね、先ほど話しましたけど、はい、じゃあ、再開します。捨て身は大技ですね。それでばっかりは1回しか使えない、もう使っちゃったよという指示が出ていたらと再開します。今度いきなり手の動きがね、赤さすごいことになりました。青コーナー、赤コーナー、青色、これは何か別の攻撃のためのあれはそうでしょう、間違いなくそうでしょう。なんかちょっと幽霊っぽいですけどね。青コーナー、赤さんの大好きな特撮シリーズの回転になりますよね。なんとかも外れちゃったよね。起き上がって、さっき起き上がりたかったけど、頼むよ、これでなんか起き上がれそうな気がしてきて、ダウン、青コーナー、スリーダウンで勝者。ちょっと左右の腕の関係性って